はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、僕のですね、このチャンネル、メインチャンネルがチャンネル登録者1000人を達成しました。ありがとうございます。で、今ですね、この1000人達成を機にですね、これまでのこと、これからのこと、そういった内容の動画を撮っていってます。昨日から6本の動画撮っていってまして、この動画が2本目の動画になります。で、僕自身ですね、この YouTube は結構未計画で、やりたいことをね、ほんとやって、あとはまあ昔のこととかをこう動画にして配信してきてるんですけども、一応ですね、まあ、それなりにですね、こう始める前からばっくりした大枠のこう戦略というか計画というか、まあ、あったりはしたんですね。細かいテクニックとかまあ意識してるところもあるんですけど、そこはまあいいとして、今日はその大枠の話をね、初めて動画にしてみようと思います。よろしくお願いします。さあ、行くぞ。これは本当ね、僕始める前からもうね、イメージ思い描いてましたし、結構周りには言ってました。何かっていうと、5G までに土台を作ること。ちょっと分かりやすく言い直すと、 5G がですね、本格普及するまでに土台を作り上げるっていうところですね。で、 5G、 これね、何かっていうとですね、第5世代移動通信システムの略です。で、これ撮影してる今は2020年9月の14日なんですけども、まだですね、全然あの全国普及というか本格普及はできてません。いつ頃ですね、こう全国的に本当にこう一般的に、ね、広くこう皆さんがですね、こう利用するのかわからないですけども、それまでに土台を作るっていうストーリーを思い描いてやり始めたという感じです。で、その僕の中での土台っていう定義が、ただね、動画を出して出しまくればいいんじゃなくて、やっぱり具体的数字目標でチャンネル登録者1000人っていうのが土台としてました。で、そのためにはやっぱね、毎日更新した方がいいだろうしとか、そのためには僕自身がですね、本当にこう変化とか進化していくべきだろうしとかって思ってやってきてましたね。で、この1000人をですね、達成した現在の心境なんですけど、またですね、もうリセットですね。ゼロからのスタートで、今の僕が持ってるのもやっぱり変わらないですね。あの、根拠のない自信僕持ってますと合わせて、大枠の戦略、これは持ってますね。またね、明日の動画ではですね、この1000人っていうこう規模感ですね、ここに対しての僕のイメージとか、そういった内容を動画にしようと思います。で、その次、その次とですね、そこでまたこう新しい今後のですね、僕の今現在の根拠のない自信だったり、大枠の戦略っていう部分の内容をお話ししていこうと思います。はい、このシリーズですね、まだこう続いていきますのでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。イエス。